日本とロシア。勝つのはこっちです。お疲れ様です。パーソナリティのキリカです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本とロシアが戦ったらどうなる？冷戦時代の進行シナリオを解説をお送りします。極東ロシアの現状。ウクライナ紛争勃発後、ロシアは日本周辺で軍事演習を実施したり、4月15日には潜水艦から巡航ミサイルを発射したりと、日本を牽制するような動きを繰り返しています。こういった状況から、ロシアが北海道に侵攻するのではないかという意見があるようです。実際にはそのような可能性はかなり低いと見られていますが、それだけでは安心できないのも事実。というわけで、今回は現在の極東ロシアの戦力を分析し、さらに日本のソ連侵攻に対する防衛計画を見ていきたいと思います。まず、極東ロシアの現状を防衛白書などから見ていきましょう。日本周辺のロシア軍を統括しているのは東部軍管区です。ここが極東ロシアの陸海空軍全てを指揮します。司令部は極東ロシア最大の都市ハバロフスクにあり、海軍の拠点はウラジオストクとなっています。肝心の戦力ですが、陸軍は兵力約8万人。海上戦力は主要水上艦艇20隻に原子力潜水艦13隻、航空戦力は作戦機約400機です。ちなみに2022年現在の日本の戦力は陸自隊員数約14万人、主要護衛艦49隻、作戦機約930機となっています。核戦力を除けば極東ロシアの戦力は大体日本の半分くらいと考えていいでしょう。ただ、自衛隊は日本の北海道から沖縄までの広い範囲に配置されています。ロシアが北方から加えている圧力は日本の半分という数字以上に大きなものがあります。しかし、このロシアの戦力というものは平時の数に過ぎません。ウクライナ侵攻を進めているロシアはその戦いのために東部軍管区から大量の戦力を引き抜いてしまいました。例えば、太平洋艦隊に所属する2つの海軍歩兵旅団の両方はベラルーシに送られています。この海軍歩兵旅団は他国の海兵隊や自衛隊の水陸機動団に相当する部隊で水陸両用作戦を担います。つまり海上の輸送艦や揚陸艦から水陸両用車などで最初に上陸する部隊です。これらの海軍歩兵旅団がヨーロッパ方面に移動させられたため、現在の極東ロシアには北海道に上陸するための部隊が存在しないんです。さらに東部軍管区に所属する他の陸軍部隊も大部分が引き抜かれています。東京大学の専任講師小泉雄氏によると、平時に8万人いた陸軍部隊は2万人から3万人にまで減少しているそうです。実際、先ほど東部軍管区の司令部はハバロフスクにあると言いましたが、この司令部も現在はベラルーシに移動させられています。ヨーロッパ方面に送った東部軍管区の部隊を指揮するための移動です。これを小泉専任講師は、軍管区丸ごと引っ越しと表現しています。現在の極東ロシアには、日本を攻めるための人員も、その作戦を指揮する人もいないんです。これでは、ロシア軍が北海道を攻めるなんて、夢のまた夢でしょう。また、4月中旬には、フィンランドとスウェーデンの首相が共同会見で、NATO 加盟を急ぐと表明しました。フィンランドは第二次世界大戦中の継続戦争以来、ソ連寄りの中立を保ってきました。両国の NATO 加盟はロシアにとって許しがたいことであり、ヨーロッパ方面ではウクライナだけではなく、北欧方面にも圧力をかける必要に迫られます。政治的に見ても、ロシアは極東方面より、ヨーロッパ方面を重視せざるを得ません。ロシア軍には現実的に日本に侵攻する能力がなく、さらに侵攻する理由も薄いんです。そうなると、ロシア軍が今すぐ北海道に上陸してくる可能性はかなり低いと考えるのが妥当でしょう。もちろん、可能性はゼロではありませんが、北海道に上陸しようとして、万が一上陸に成功してしまっても、その後の補給が間に合いません。ロシアの首都モスクワから、
ウクライナの首都キエフまでの距離は約 700km、 対してモスクワから北海道までの距離は約 7000km です。ロシア軍は比較的近いウクライナへの補給でさえ十分に行えず、弾薬や物資の不足に悩まされました。極東ロシアの交通網が整備されていないこと、北海道に上陸した部隊への補給は輸送艦を使わなければならないことを考えれば、仮に上陸に成功したとしてもその後のロシア軍は立ち枯れするだけでしょう。ただロシア軍が北海道に上陸した場合、戦闘がどのように動くのかを知っておいて無駄にはなりません。そこで次は東部軍管区の戦力の中身をご紹介して、その戦力の流れを考察していきましょう。日本の防衛計画。ロシア東部軍管区の保有する戦力の中で特に注目したいのはロシアの海上戦力です。ロシア太平洋艦隊はムルマンスク、北極圏最大の都市に司令部を置くロシア北方艦隊に次いで2番目に規模の大きい艦隊となっています。旗艦はスラバ級ミサイル巡洋艦3番艦のバリアークで、基準排水量9500トンと大きな船体に、射程 700km 程度の P-1000 ブルカーン対艦ミサイルを16発も搭載しており、かなりの攻撃能力を誇ります。防空システムとしては S-300F を装備していて、防御にも隙はありませんと言いたいところですが、バリアークはウクライナによってあっさり撃沈されてしまったモスクワの同型艦です。防空力にやや疑問が残るところでしょう。ただ太平洋艦隊では原子力潜水艦にも注意が必要です。2021年末ロシアは新たに2隻の原子力潜水艦を太平洋艦隊に加えました。1隻は核弾頭搭載の潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を装備した戦略原潜 SSBN ボレー型のクニャージ・オレクで、もう1隻は多数の巡航ミサイルを搭載したヤーセン型のノボシビルスクです。このノボシビルスクはロシアの巡航ミサイルカリブルも発射可能で、その射程は600から800キロメートルとなっています。海中に潜みながら地上や水上艦艇に攻撃を加えることが可能な伏兵であるため、大きな脅威です。次は軍事力ですが、東部軍管区には第11航空航空軍が所属しており、主要航空機作戦機の数は400機となっています。日本の作戦機数が3自衛隊合わせて約930機なので、ロシアの圧力はかなり大きいと言えるでしょう。極東ではロシアの最新鋭戦闘機であるスホーイ 35S や戦闘爆撃機のスホーイ 34 も確認されています。さらに要注意な存在として、北方領土に駐留する第18機関銃砲兵師団があります。部隊の規模は約3500人程度ですが、最新のスホーイ 35S も3機以上配備されていますし、 T-72B3 戦車や多連装ロケット砲、 S-300 対空ミサイル、地対艦ミサイル、バスチオンなどの配備も確認されています。小粒ながらかなりの戦力を持つ部隊が北海道のすぐ近くに存在しているんです。これはかなりの脅威でしょう。とここまで東部軍管区の戦力を紹介してきましたが、ロシアが北海道侵攻を実行するのに忘れてはならない兵器があります。それは揚陸艦です。太平洋艦隊が保有する揚陸艦はタピール型、アリゲーター型1隻、ロプーチャ型3隻の計4隻に過ぎません。しかもこの4隻は満載排水量約4000トンと大隅型の3分の1程度で、乗せられる兵士の数も4隻合計で1200名程度、戦車は80両程度です。ロシアはたった1200名の兵士を上陸させる能力しか持っていないんです。太平洋艦隊が必死になって海上自衛隊や航空自衛隊の攻撃を跳ねのけても、1200名しか上陸させられなかったらほとんど意味はありません。そもそもロシアが海自や空自を撃退できるのかどうかも不明ですが、それではロシアがかわいそうなので、今回はこの上陸作戦が成功したと仮定しましょう。ロシアとの陸上戦が始まるのは宗谷海峡周辺となります。
陸上幕僚副長、陸上自衛隊のナンバー2を務めた山下元陸将によると、冷戦時代のソ連は北海道の北部の3方向から同時進行すると想定されていたそうです。その3方向とは、北海道最北端の稚内、稚内から日本海側に位置する手塩、そしてオホーツク海側の浜頓別となります。上陸してきたソ連部隊を迎撃するのはオトイネップです。稚内、手塩、浜頓別から進撃してきた部隊が合流するのがオトイネップだからです。さらにオトイネップにある丘は敵戦車から身を隠す地形として利用でき、周辺を流れる手塩川で陣地を守ることもできます。オトイネップは防御に適した地形になっているんです。そしてこの迎撃作戦の主役になるのが北部方面隊第2師団と第7師団に加えてニコル団を中心とする部隊です。師団あたりの人数は約6000人、旅団で3000人程度なので、ニコ師団、ニコ旅団合わせて約18000人、北部方面隊全体ではその他の部隊も合わせておよそ3万人となります。対してロシアが上陸させられる兵器は約1200人です。ロシアが勝利するとは考えづらいものがありますよね。2つの師団にはもちろん戦車が配備されていますし、特に第7師団は日本で唯一戦車を中心に編成された機甲師団です。ロシアの戦車部隊に対応するための編成ですね。第7師団の戦車配備数は約200両です。80両の戦車ではよっぽどうまくやらないと勝利することは難しいでしょう。ロシアは国全体で2800両の戦車を保有し、保管状態にあるものを含めるとその保有数は1万3000両にもなります。陸上自衛隊の保有数570両に比べたら圧倒的ですが、その圧倒的な戦力をロシアは北海道に上陸させることができないんです。現状においては、仮にロシアが北海道侵攻を考えたとしても、それを成功させることは不可能でしょう。ただ実際にロシアと日本が戦争状態に陥った場合、戦闘以外の部分で2つの問題が発生します。問題の1つ目は核兵器です。不利となったロシアが核兵器の使用を示唆する可能性は大いに考えられます。日本政府に取れる対応としては、どうせ脅しでしょと無視して戦闘を続けながら必死にアメリカをせっつくのがせいぜいのところでしょう。そして2つ目の問題は中国との関係になります。現在でも中国はロシアへの経済制裁に反対するなど、ロシアに近い態度を示しています。日本とロシアが戦争状態になった場合、中国が日本に対して経済制裁を科すかもしれません。2022年2月に内閣府が公表した世界経済の潮流という報告書によると、2019年の輸入総額で中国は 23.3% を占めていました。つまり日本が海外から買っているものの4分の1は中国製だったんです。さらに海外から輸入している製品の中で中国が 50% 以上のシェアを占めているものは 23% にもなります。金属や化学製品などの原材料については中国への依存度は 10% 程度ですが、家庭用の電気機器では輸入品のほぼ 100% が中国からのものなので、生活に及ぼす影響は無視できません。そしてどこかの国の輸入品が意外なところで使われているのが現代の経済活動です。2013年には中国の国産対空ミサイルに日本製電子部品が使われていることが中国メディアによって明らかにされました。秘密主義的なイメージがある中国軍ですらこんなことがあるんです。ロシアと戦争になり中国が輸出を制限した場合、意外なところで大問題が発生するかもしれないということは頭に置いておくべきでしょう。さて今回の話題には日本から多くのコメントが寄せられていました。その反応の一部をご紹介します。日本ネットの反応。日本として最悪のシナリオはロシアと中国が北と南で同時に攻めてくること。二正面作戦は悪夢と言っていい。防衛力はいくらあっても足りない。ロシアと戦争になった場合に中国が日本に経済制裁を加えるというのは確かに危険だが、可能性は高くないのでは。むしろ
尖閣諸島や沖縄にちょっかいをかけたりとか、もっと積極的に動くと思う。安心できる点は、日本が海に守られていること。揚陸艦や護衛艦艇を集めていたら、事前に察知できるから迎撃の準備もできる。対艦ミサイルで滅多打ちでしょう。自衛隊最大の問題は爆薬不足。ヨーロッパではウクライナもロシアもバンバンミサイルを撃っているけど、あれだけの量は日本にない。弾薬不足でどうにもできなくなる未来が見えます。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、2022年5月現在のロシアに日本を攻撃できる余裕はありません。ただ10年後20年後もそうだとは思えません。中国のことも考えると、一刻も早い防衛予算の拡大が必要でしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。